皆さんこんにちは。今回は奇想の系譜展に取り上げられている画家たちを一人一人解説していきたいと思います。展示全体の解説は別の動画で解説してますので、概要欄をご覧ください。今回は曽我松柏について解説します。はい、松柏は、京都の松下に生まれました。そこら辺は伊藤若冲と似ていて、かなり大きな裕福な家庭だったそうようです。でただしですね、子供の頃に家が没落しまして、もう10代の時にはお父さんもお母さんも亡くなって、天涯孤独になってしまったというようなことが言われています。で、それから幼い一人息子もいたんですけれども、それも亡くしていることぐらいしかどうやら分かっていないようです。で、ただし松柏に関しては非常にこう、有名なエピソードとしてはですね、彼の同時代の作家で、丸山応挙という人がいたわけなんですけれども、芸術的な絵を望むなら自分に、実用的な絵を求めるなら丸山応挙のところに行けというふうに、言っていたということで、非常に彼が、プライドの高い人間だったということがよくわかると思います。で、彼は、京都の松下に生まれた後にですね、伊勢とか播磨とかそういったところを、転々としまして、そして40歳の時に、京都に定住して、そして絵を描いたというふうに言われています。で、その彼の絵の、すごさといいますか、彼の絵の特徴というのは、やはりとてもサイケデリックな色彩、それからこう登場人物なんかも目があちゃこちゃこ向いて、すごくこういっちゃってる感じというか、非常にちょっとこう狂人チックな、そういうところがあるというところがあると思います。で例えば、今紹介されているのが接戦道地図という作品が、紹介されていたんですけれども、こちらもですね、上の方に童子がいまして、その童子も、目が非常にちょっと狂気に満ちたようなそういった目をしていて、でそして衣、赤い衣とその下にいる鬼のですね、なんかその鮮やかな青というののコントラストが、非常にこうちょっと毒々しい、そういう風な印象を見る人は思うんじゃないかと思います。でそれから、松柏といえば、実は、やっぱりこれは見ておきたいっていうふうに思うのが、後期に公開されます、群仙図屏風という作品です。でこの群仙図屏風というのは、仙人がですねずっとこう描かれているというそういう作品なんですけれども、これがやはり非常にまず表情がものすごくこう見たこともないような、かなりこう狂った感じの表情をしているということと、それからあとやはり色もものすごくこう毒々しいというそういったところで、それから背景のですね描き方なんていうものも、ちょっとありえないように、細かくこう隙間を埋めるような、その隙間の埋め方なんていうものなんかも、見ていただくと面白いんじゃないかなというふうに思います。で、この原色のですね、なんか非常にこう不協和音っていうのは、やっぱりちょっと見るもの、こちら見ているものの、心をですねちょっとこうざわざわっとさせるような、そういうところがあるんですが、実はその群仙図屏風という作品というのは非常に高品質な絵の具を使っているということがありまして、高貴な人のお祝いのために描かれたのではないかなんていうことも言われていて、ちょっと謎といえば謎なんですけれども、ぜひ曽我松柏のですね、一番こう面白い、曽我松柏らしい作品かなというふうに思いますので、こちらの方にもご覧になっていただくとよろしいんではないかと思います。他の画家は、別の動画で紹介してますので、概要欄からご覧ください。展覧会のたびに作っている動画なので、更新頻度が、定期的とは言えないんですけれども、もしよろしければ、インスタグラムとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。